さかなラボ。毎度ダンス大好きさかなちゃんです。毎度さいちゃんです。前回の動画でですね、私グリップ変えたじゃない。グリップ変えましたね。めっちゃ前になってますね。ね、むちゃくちゃ前になったでしょ。めっちゃ前ですね。もう大幅にグリップ変えたらさ、気持ち変えちゃってさ、バレるほど変えたくなっちゃうね。え、新しいバレル、はい、買っちゃいました。それがじゃじゃん、それはライジング3 4.0 19g のモデルです。やっほー、派手派手でしょそれ。はい、あの選手のモデルです。はい、村松春樹選手のモデルでございます。村松さんモデル。はい、なんで今回これを選んだかというと、村松選手のこのライジング3、これって球を投げるような感覚で投げたいというように設計されたバレルなんですよ。そうなんですね。まさに俺のためにあるようなバレルだなと思ってということで早速試投してみたら、むちゃくちゃ飛びが良かった、俺のグリップだと。なのでこれ即買いしちゃいました。お値段にして税込み1万3000円ぐらい。まあいいよねはい、ということで苦笑いされたところでちょっと開けていきたいと思います。はい、開封ですね。開封ですね。この瞬間が一番楽しみだよね。そうですね。ねえ、もう新しい子がうちに来るみたいなね。はい、バレルはこんな感じです。で、この今俺が親指と人差し指で持ってる部分にカットが入ってます。そう、カットなんですよね。はい。ツルツルに見えるんですけど、実は細かいカットが入ってます。ここを持つとね、すっごく引っかかるんですよ。で、もともと入ってるこのシャフトが190のサイズですね。はい、これが完成品です。おお、派手ー、かっこいいっすね。超派手だ、いいね、これ派手なの好き。はい、これ早速試しに投げてみたいと思います。はいはい、結構上の位置、20のダブルとかの位置が簡単にいきますね。軽くはない、 19g だからそんなに軽くはないけれども、いや投げやすいわ。球の球こうグリップのとこに球がある感じがするので、イメージもすごくしやすいです。いやー、でもコントロールがまだ慣れてないから徐々に慣らしていかなきゃなと思います。よし、これあれじゃない、ブル入るんじゃない。いやー、投げやすい。いやー、イメージ通りに飛んでくれますね。いい感じに飛んでましたね。ね、まだやっぱ慣れてない部分はあるし、最近のちょっとトレーニングで筋肉痛気味だっていうところもあるので、うん、これから徐々に慣らしていきたいと思います。いやー、すごく球を飛ばすような感覚で投げたい人にはおすすめです。ということで、ご視聴ありがとうございます。これからもご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひやってね。お願いします。はい、それでは毎度毎度動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回いけたんじゃね。当てた当てた当てた、まあ、バイバーイ。